どうもです。本日もご視聴いただきありがとうございます。まだまだね、寒い日が続くんですけれども、そんな寒い日の夜にぴったりな料理を今日は作りたいと思います。こうやってね、野菜用意したんですが、コンソメスープで作る簡単なポトフを今日は作りたいと思います。それではいきましょう。スタート。Only you.